終盤編ということでね、はい、お金のこと、あ、大事ですよね。大事ですね。これ結構、うん、あの建物がどんくらいいいのかと同じぐらいお金のことって大事ですよね。大事です、大事です。どんなこと実際聞かれますでしょう。実際にローンってどれぐらい借りれるのって、うん、これね、もうね、展示場を回り終わる終盤にはもうかなりの確率で聞かれるんです。聞かれるね、うん、僕ね、なんかどれくらい借りれるのって聞かれたら、単純に例えばじゃあ何々銀行さんだったら、年収に対する何パーセントまでとかの返済比率だったりとか、いろいろ銀行さんによって異なってくるんですけど、皆さんご年収のマックスのところまで借りたいです？それって結構自分の限界に挑戦みたいに僕感じちゃうんですけど、そうなので、例えば毎月のお家賃いくら払われてるかとか、駐車場代いくら払われてるかとか、あと、光熱費、あの電気代いくら払われてるかとか、そういったところの毎月の出費をお伺いさせていただいて、今と同じ生活水準だったらどのくらいの借り入れになってくるかとか、あ、なるほどね、はい、うん、そういったところを出して差し上げてて、一本そこでね、同じ生活水準っていう物差しを作った上で、お客様とお金に対するアプローチをしているようにはしてるんですが、まあ、実際今の家賃がローンの返済だったらどれぐらい借り入れるかっていうのをもうシミュレーションして差し上げてるっていうことですね。そうですね、あ、うん、ね、そう、あ、それは分かりやすいですね。なんかお家を建てたがために、なんかお子様にさせようと思っていた習い仕事を諦めなきゃいけなくなったとか、うん、お家を建てたがためにご主人の趣味をね、諦めなきゃいけなくなったとかね、あとお家を建てたがために、奥様のお昼のランチのグレードが下がったりとか、うん、するぐらいだったらお家なんか建てない方がいいと思っちゃうんですよね。奥様のいないのに、奥様いなかった、分かんないでしょ、奥様のランチとか、はい、次は、ね、次によく聞かれるのがですね、うん、あの実際自己資金って要は現金ってどれぐらい用意すればいいのっていうのはね、結構聞かれる。聞かれるね。これどうですか。ね、僕がなんとなくこの業界にデビューした時のことを思い出すと、デビュー。あ、デビューね。誰がデビューやねん。あ、デブやけど。土地とね、建物の金額の8割までしか昔住宅ローンって出なかったんですよ。そう、だからおのずと諸経費と2割分っていうのは現金で持ってないとお家って建たなかったんですよね。でもね、今は住宅ローンで土地の金額、建物の金額、あと諸経費、全部出ちゃいます。なので極端な話、自己資金っていうのはゼロでもお家って建っちゃうんですよね。ゼロ、もう一回やってもらっていいですか。これゼロ、これゼロじゃない、これ前足、これはこれなんとかのポーズです。ちょっと思い出せないけど、なんか可愛いやつ。やめやめ、ごめんなさい、ごめんなさい、やめやめ、すいません、すいません。自己資金に見解を、幸せにないことのやめよう。ごめんなさい、自己資金、自己資金、自己資金見解を、自己資金はね、うん、見解、まあ、自己資金は結論、ゼロでも建てれますと、建てれますいうことですね、はい、なんかもう1000万ぐらいないと家建てれないのかなって、うん、あ、そう、だからね、あの最近お若い方結構多いですけど、うん、その方々のお父様お母様方の世代はやっぱりそういった時代だったんで、あのお金持っとらんのに建てて大丈夫かいみたいなね、たまにご心配いただくケースがあるんですけれども、最近はね、低金利にもなっておりますし、土地の金額、建物の金額、あと諸経費まで全部住宅ローンが出ちゃいます。へ、はい、じゃあ、まあ現金は最悪その何百万も大きいお金がなくても、はい、家は建てれるっていう結論ですね。はい、なので結構貯蓄はね、あの手元に置いときたいっていう方なんかもそのままいけますので、ご相談されてください、ということみたいなんで、はい、はい、そういうことで、はい、はい、お金の話ということでね、あのこれよく聞かれない、坪単価、あ、聞かれる聞かれる、うんうん、もうね、坪単価成人か、坪単価成人か、はい、ってくらい ね、うん、聞かれる。もう坪単価いくらですか、坪単価いくらですか、坪単価制ってあるってこと。坪単価制はね、多分ね、でもそこから来たんじゃないかっていうぐらい聞かれる、聞かれる時があります。結構そのお金を気にするあまり、うん、坪単価いくらですか、坪単価いくらですかって聞く人多いんですけど、うん、僕ね、結局は坪単価を聞くぐらいだったら、うん、もう全部総額でいくらになりますか、うん、っていうことを聞かれた方が僕絶対いいと思うんですよね。ですね、うん、ですね、でしょ、うん、でどう答えてます、坪単価いくら、うん、あのご要望をお伺いさせていただきますかな珍しく淡白な、うん、ごめんなさい、ごめんなさい、あの、そうですよ、だって屋上をつけた人と、うん、そうでない人とのやっぱ坪単価違いますし、うんうんうん、小屋裏収納をつけた人と、そうじゃない人の坪単価ってやっぱ違うし、あのお客さんってね、坪単価、坪一坪っていうのは畳2畳分なんですけど、うんうん、畳2畳分1坪あたりがいくらっていうふうに会社ごとに決まってると思い込んでる方多いんですよね、うんうん、そうじゃないんです。
いろ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 お買い物かごにあれも欲しいこれも欲しいこれも欲しい詰め込んで全部でいくらになったかでそれを坪数で割り返して坪単価って出るので分かりやすい一概に坪単価いくらっていうのだけを聞いて回っていただいても何をやるかによって全然変わってくるんですよね分かりやすいまあそれを意識して話してます分かりやすい分かりやすい、はい、なので、まあ、ちょっと繰り返しになりますけど、うん、結局この展示場を建てたらもしくはこれぐらいの大きさの建物を建てたらヒノキ屋住宅さんでは総額全部でいくらぐらいになって返済はいくらぐらいになりますかっていう質問された方が多分現実的な答えが、うん、手に入ると思います、うん、はい、あ私も坪単価成人だわって思う方は私も坪単価成人だわって思う方は、まあ、今そう言ったんですけどねごめんなさいごめんなさい今日を機にねちょっと質問を変えてみられたらいいかなと思います、うん今回はですね、くらちゃんとようちゃんが展示場でよく聞かれることをご紹介させていただきました、はい、これからもですね、家づくりの参考になることをどんどん、紹介していきたいと思います、はい、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンお願いしますシアーズホーム福岡坂からのお知らせですただいま展示場への来場予約を受け付けております動画説明欄のリンクから予約可能です皆様のご来場お待ちしております。